東北サンバの女神は盛岡 JBC で微笑むか、
荒谷牧場生産3番サルサディオで519キロ-10、矢野孝之55キロ。今日の戦法はいかに、初重賞タイトルは JBC となるか。土坂牧場生産4番テリオスベル445キロ-2、枝テルオ55キロ。母は東北美人、盛岡 JBC を親子で彩る。ミックレットファーム生産5番ユノートルベル517キロ増減なし、高松亮55キロ。昨年の勝利騎手を背にバックボーンの可能性を探るダート初挑戦、6番アナザーリミック496キロプラス2、川田優が55キロ。白い馬体は盛岡の地で輝くか。3年連続出走、土井牧場生産7番ネームブランシュ474キロ-2、松山公平55キロ。バラのつぼみはダート路線で花開くか。初のタイトルを松浦牧場生産8番ジュランビル471キロ-3、和田丈司55キロ。大学生で買った置き土産が利子をつけて、ね、そう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 。10勝連勝中の3歳馬が一気に女王の座に上り詰めるか。金増幸男さん生産9番グランブリッジ444キロ+6、福永雄一53キロ。ウィニングチケットをはじめ多くの名馬を送り出してきた名門牧場へ初のダート G1 タイトルを。藤原牧場生産10番プリティチャンス473キロ+11、クリスチャンデムーロ55キロ。強豪相手に固まってきた経験を糧にして、村上欽也さん生産11番サルサレイヤ500キロちょうど増減なし、山本雅俊55キロ。セレクトセールで高い評価を受けた少女は3歳で一気にダート女王となるか。ノーザンファーム生産12番バレーテラルナ508キロ-2、岩田未来53キロ。以上11頭の出走です。サウスダンとドリルになっちゃう。まもなく盛岡競馬第10レース投票締め切り時間となります。締め切り無駄と同時に発売機が停止しますのでご了承ください。大順競争は農林水産大臣商店第12回 JBC レディースクラシック G1 です。ダート 1800m、 1番ゴールデンヒーラーが出走取り消しで、出走頭数は11頭です。出走は内枠から湘南ナデシコ、サルサディオーネ、テリオスベル、ユノートルベル、アナザーリリック、レーヌブランシュ、ジュランビル、グランブリッジ、プリティチャンス、サルサレイヤ、バレーデラルナ。ババコンディションは良、雨は上がっています。さあここから JBC 競争スタートです。
サルサレイヤ、今日は姉妹での出走が叶いました。バレーデラルナ、ゲート向かいます。収まります。スタートしました。第12回 JBC レディースクラシックです。外から上がっていきますのがバレーデラルナ、内からサルサディオーネです。サルサディオーネが行きます。バレーデラルナ、当時レールを滑るがやはり行きます。この辺りは前3頭、その後ろ2馬身差、これらを見ながら湘南なでしこ内々を進んでの現在4番手。しかしことも固まった状態となって、外目からレールの男子残り400通過。さあやばい、